でサイドにやっぱりスペースを消していくとダイレクトで中っていうところ今増田選手インターセプトになってますよね。で草津はやはりここを奪ってから、はい、山形の方がゆっくりボールを回している分なかなか崩れてないんですよね陣形が。クロスボール入る小林たつきのヘディングシュート。一度切り返した。中に3人待っている草津グラウンダーファーサイド合わず。しかしまだチャンスは草津続いています。永田ボックス内3人今度もニアラ流した。選手がそのボールにどうやって合わせるかだけなんですよね、はい、そして連続攻撃今度は左サイドからのクロスボールでいきたいのかを紙に書かせたということです。当然残り試合が少なくなって J1 昇格明確。小沢から橋本、草津は中村が後半の7分に退場してからは中田ナイスプレーですね。攻撃の形を作れない、まあ、草津とすると先ほど高田さんが言われたように、はい、アレックスのこうスピードですね、そうですね、まあ、そういったのを生かすような、まあ、個人でこう打開していくような攻撃というんですかね、攻撃に出ていくために前に枚数増やしたんですよね、はい、岡本ボールをキープ。石垣もう一度岡本、これサイドチェンジしたいですね。形を取ってくるので、はい、まあ、サイドの攻防ですよね、うん、どれだけサイドの攻防で高い位置を取れるか、はい、まあ、草津から言えばサイドバックがどれだけ高い位置でボール引き出せるかですね。そうですね、チャンスですね。ここはキム・ソンギョン抜け出した。ああ立て続けに訪れています岡山、横山に入りませんでした。山本からのボールなんとか出しませんでした永田。また高田さん、はい、草津の乾とすれば、まあ、こうゴールに絡む、ね、同級生が2人前にいるんで負けたくないでしょうね。負けたくないでしょうね。草津がチャンスを迎えています。小林たつきファーサイドへ、永田へのボール。サイドバックからサイドバックのパスですからね、非常にいい上がりですよね。下突きのボール最後詰めていたのが永田。手元の時計で自分が保持した時に出せなければサイドにっていう形でサイドからまた縦にっていう形にしてますけど、なるべく阿部選手、中島選手、そうですね、今のところ無難にこなしてますよね。ですから阿部選手の運動量が大きいですよね。前はやはりずっと前に張ってることが多かったんですけど、はい、中島選手がいたことに下がってもらって今みたいに今度は中島選手がサイドに開いてっていう形もできますし、マジかボックス内に中島がいます。ですからベルディらしいポジションを関係なく攻撃に行けるっていうのができてますよね、今高橋左サイド突破したグラウンダーミスパスになったところを奪ってから、ね、やはり勝負ですよね。そうですね、まあ、ベルディの前の選手っていうのはやっぱり勝負、1対1の勝負に勝てないとやはりなかなかゴールも奪えないですし、ゲームにも勝てませんよね。コーナーキックは7本目でした。もう一度熊林、アレックス・ラファエル、ボールキープはさせませんでした。いいカットを見せたのは和田でした。中島右サイドスルスルっと上がって前田へ、前田勝負を仕掛ける。永田が一度は抜かれかかったんですが奪い返しています。それはやはりチームとして一丸となって意思の疎通を図り、まあ、前に持っていかなければ、ね、なかなか得点には結びつきませんよね。もう一度ボールを奪い返した。今度は逆サイド熊林見ていました。ヘディングで落としたところ体を投げ出してシューポジション変えてますよね。そうですね、これは中で自分たちで変えたのだったら面白いんですけどね。なるほど、流れの中から、うん、今この梶川がアプローチに行った梶川右サイドに来ています。ダイレクトで抜け出せるか
キーパー柴崎、小池純一選手が入ります。かつて草津に在籍経験もある小池、アレックス・ラファエル、一度切り返す内側にワンツーをもらう、今度はもう一度右に熊林、落として小林達樹、もう一度熊林に預ける、ゴール前ふわっとしたところ、永田の右足、左サイドバックの永田ゴール前に顔を出しました。時間がなくなってきました。43分を回っています。後半早めにクロスボール入れる、流れたアレックス・ラファエル、戻した遠藤、もう一度左サイドへ、永田のクロスボール、ファーサイド、小林達樹追いついた。